竹駒神社は宮城県岩沼市中心部にある稲荷神社である。旧社格は県社で第二次大戦後は神社本庁の別表神社となった。別名竹駒稲荷とも呼ばれ、旧称は竹駒明神。日本三大稲荷の一つとされることがある。毎年正月三元日,日には六津区二一宮の塩釜神社と東北地方で一。 二を争うほどの初詣で客が訪れることで知られる。他に1月末から2月初までに、日本の旧正月を祝い、祭りも開いている。部下の三玉の陣を主催神とし、愛とのに、ご職人、若うぶすな人を祀る。竹駒稲荷大臣とも呼ばれるこれら三柱の神々は、人間生活の基礎である、一食獣を守護する神々として崇敬されている。当社は、 宮城県南東部の旧名取郡南部の仙台平野にあり、登流する阿武熊川左岩に位置している。当社の所在地である岩沼は、木内を支点にして等身する東山道と東海道の双方が初めて合流する地点である。ここから宮城郡北部の松島丘陵まで両社は合流したまま北上し、道の区国府、多賀城で分岐する。このため、 当社は太平洋岸ルートと内陸ルートの2本の主要幹線が分岐、合流する交通の要衝に創建され、機内政府や欧州藤原氏や伊達氏など、統治を支配した歴代の統治者に重視されてきた。社殿では、上和9年6月に小野高村が道の区国市として赴任した際、藤見稲荷を勘定して創建したと伝える。御霊勢天皇の知性に、 道の区国を歴有中の農員が、竹駒神社の神が竹馬に乗ったわらべの姿で、次元したとして、当社に隣接した宝靴山に世を結び、これが後に、別当時の竹駒寺となり、三号の由来となった。戦国時代には水尾していた当社に、伊達種宗がシャチを寄進するなど、伊達家の数計を受け発見した。文化四年には小一くらいの深海を受けた。 もともと、岩沼の地には、竹熊館と呼ばれる館があり、藤原元吉、源、三中、立花の道定、立花の高吉といった歴代の陸津守が住んでいたことが、大義章や集中章に書かれており、小野高村がこの地に創建した関連が見て取れる。明治政府の神仏分離により、明治2年、竹熊寺は少し離れた現在地に移転し、新言州地山派となった。 この際、国家神道の流れの中で、明神思想に基づく、竹熊明神が否定され、これ以降、稲荷神が主催神とされた。明治7年、竹熊神社は、県社に、列格した。かつての社殿は、1710年に、仙台藩の五代藩主伊達吉村によって造営された、もので、市の文化財に指定されたが、平成2年11月21日未明、 川老郷の放火により消失し、平成6年に再建された。竹駒という社名は、現岩沼地域の旧称、竹熊の天下であり、もともとは、市内を流れる阿武熊川に由来する。竹熊神社では1月25日から2月14日までに、日本の旧正月を祝い、旧正月の祭りをこともあり、毎年が、周辺の各地のバスツアーでは、 旧正月に初詣に行くツアーによる参拝客も多く来ている。ありがとうございます。